どうもゴッピーです。というわけで今回はこちらのねテオールというキャラをね使っていきたいと思います。はい、まあ、こちらのキャラね強化が入って、超覚醒まず 10C 追加されましたね。はい、であと普通の覚醒がまあいろいろなんか圧縮されて4色強化が追加されたと。で、あとスキルが、ロック解除と、あとダメージ無効感が、まあ、追加されたという感じですね。で、まあ、リーダースキルもね、まあ、ぼちぼち強化入ってますけど、まあ、今回はね、リーダーでは使わずに、まあ、普通にサブで使っていきます。はい。さあ、というわけで、今回は、まあ、ご覧の編成でね、気候上いきます。はい。というわけで、まず、76ですね。ノクタリアに、伏黒の武器です。まあ、これはただの HP 盛りです。はい。で、テオールに、赤座武器。そして、マリエルにイノスケ。で、昨夜にボンタ君。で、フェゴラにフェゴラ武器。で、相方が、海馬の武器ですね。はい。まあ、ちょっとね、昨夜のね、バインドないんで、まあ、ちょっとこれバッチリね、バインド補ってます。さあ、これでいきましょう。まあ、火力がね、多分もうぶち上がってるんで、これ多分ね、50% 発動しなくても、そこそこね、火力出ると思う。まあ、特にマリエルのね、スキル使ってやれば、50% 切ってなくても、カンストワンチャン狙えるぐらいに、おそらく出ると思うんだよね。じゃあここね、赤座と、フェゴラン。で、あとちょっとマリエル空打ちしとくかな、これ。OK。まあちょっとここで頑張って、まあダメージ調整して、スキル貯めます。ちょっとね、ここ数日ね、あんましパズラにちゃんと触れてなかったからさ、大丈夫かな？プレイングが終わってないか心配。ちょっと火力、なんかいい感じの、あー、オッケーオッケーオッケー。うん、それぐらいの火力の出し方だったら全然大丈夫だ。まあ、あとは欠損だな、欠損しないでほしいな。っていうくだりをね、さっきもやったんですよ。はい、これ今、テイク2ですね。さっきね、やった時ね、もうあまりにもね、ひどかったんで、もうやり直しました。はい。なんか急に削りすぎじゃない？ちょっと、大丈夫？マジっすか。なんだこれ、光決めるから良くないのか。じゃあちょっと光1セットに、抑えてどうですか、これ。ちょっとね、多色火力調整マジ難しいよ、本当に。いやー、結構削るねー。ちょっとこれ一旦水にターゲットやって、まあ、ノクタリア変身させようか。さあ、ただこれノクタリア変身させるとさらに火力出そうだよね。ちょっと怖いな。この状態で突破してもね、絶対次の回で積んじゃうから、あれ、なんか色決まってなくない？大丈夫？あ、大丈夫か。ちょっと一瞬なんか不安になっちゃった。そしたら、欠損してるぞ。火が欠損したな。これ大丈夫なの？これ火欠損してるけど大丈夫なのかな？火力出せる？これ。これノクタリアの倍率発動しないよね。やばくないこれ。超落ち込ん、あーやべえ。あー、なんかやばそう。あー、これ死んだな。いやー、めっちゃ火力調整むずかったわ。でもなんかね、いい感じにいったんで、はい、ここでとりあえず倒しましょう。ちょっとマジでね、落ち込んがね、本当に敵になっちゃうよ。こういう時だけ落ち込ん敵になるの、マジでね、空気読めねえよな、本当に。で、昨夜があと2ターンなんで、まあ、多分大丈夫でしょう。まあ、ここはひとまずノクタリアで操作や短縮だけ解除して、いきます。いや、ちょっと難しいな。ちょっとね、マジで気候城とかいうダンジョンのこの序盤の難しさ、マジ何なの本当に。
なんかね、俺最近気候上マジでね、なんか勝てなくなったんだよね。なんでか知らねえけど。よくわかんねえ病気にかかって気候上勝てなくなってしまいました。何ですかこれ。俺も理由はよくわかんない。だけどなぜか勝てなくなってます最近。なんかおかしいね本当に。まあそりゃ確かにさ、俺ってさ、いわゆるその環境最強キャラみたいなのね、持ってないんだよね、言っても。そんなに。ね、変身ロボ系、今ガチャがね、来て、ちょっと盛り上がってるけどさ、ね、ノーチラスしかいないし、なんか最弱とかね、言われてるじゃん、あいつ。やっぱキャラが必要なのかな、俺には。はい、まあとりあえずね、リダチェン終わったんで、まあもうこっからは俺のターンだよ。序盤だけだからしんどいのは。まあとか言って普通に後半でも負けるのが俺だけど、もうこの下り飽きたね、もうやめよっか。よーし、ちょっとここはね、できれば、まだフェゴランは使いたくないんだよな。フェゴラン使わずに、そう、ここはね、回復消せない飛んでくるけど、まあそんなの、もうお構いなしに。ここは普通に殴りに行って、まあ真ん中ね、固定で抜けるんで、まあそいつとりあえず倒して、まあ受けてっていう感じで。はい、でここはもう一回十字決めていきますか。まあここで欠損さえしなければね大丈夫だからね。ここはこのさ、消せない覚醒無効ムーブマジで未だにしんどいわ本当にね。時間が経ってから気づく気候上の恐ろしさがもう垣間見えるわ本当に。いや気候上って本当にさ、そう考えたらやっぱ序盤が一番難しいんだよねやっぱり。 OK、 じゃあフェゴラン使います。なんか改めてねそう気づかされるわ。じゃあまあここは普通に突破しようかな。まあ、あとこのパーティーで怖いのは本当に敵のね、発狂ラインだけです。発狂ラインに入らないように、もう気をつけることだけ。あ、でもまだあったか。お邪魔目覚め、対策してないんで、ちょっとそこも若干注意必要か。次の回でね、食らうお邪魔目覚めをさ、まあほったらかしにというか、まあその降ってきたお邪魔ね無視すると、3連ガチャ取られてねボコボコにされるんで、まあそこだけ注意かな。 OK、 そう、ここのねお邪魔目覚め、ちょっとここがねちょっと厄介なんだよね。ちょっとここで殴り合いしよっか。そう、お邪魔ね、残したままね、ガチャドラ階層行くとね、3連ガチャドラがね、やばいことしてくるんだよね。まあ、簡単に言うと殺されるんですよ。先制でね、とんでもねえダメージ飛んでくるんですよ。ちょっとそれをね、やっぱ過去にね、経験してるから、もう俺ね、このダンジョンでね、いろんな負けパターン経験してるからね、もうわかるんですよね、その辺が。ちょっとここのお邪魔、厄介なんで、ちょっと一旦、ここマリエル使わずにこいつらとね殴り合いしましょう。はい、というわけで毎度ね動画内でもう当たり前のようにねもうしょうもない負け方をねすることに定評のありますゴッピーと言います。よろしくお願いします。もうみんなに聞きたいけどさ、これってどうやったら治るんかね、こういうのってね。俺今さ当たり前のようにさパズルミスしたけどさ、俺気づかなかったんだよね今普通に。もう俺こういう負け方ね、多色使ってるとね、絶対1回はするんだよね。どうやったら治るんだろう。ね。いやーもう困るわ、本当に。じゃあマリエル使います。
まあお邪魔あと一旦で終わるんで、でまあどの道次はね、まあ昨夜なりフェゴラなり使ってあの消せないのね解除するんで、まあもうここは正直全然降ってきてもらっても構わないんですよね。 OK。 じゃあまあフェゴラン溜まってるからフェゴラン先使うか。やっぱ削減しとこう。別にどっちでもいいけどね。なんとなく昨夜。OK、じゃあもうここ普通に。あとノクタリアの使い忘れね。まあこれは別に、まあこれは別に死に直結するわけじゃないから、まあ、どうでもいいか。で、ここはマリエルのね、イノスケ武器使って、突破します。じゃあこれ使おう。あ、てか待てよ、テオール使っとくか。これちょっとテオールのスキルね、せっかくならさ、この次の階層のところで使いたいしな。使いたいって言ったけど、ただちょっと待ってよ、無効潜在このパーティー普通に積んでるから、それ使うまでもなく突破しちゃうかもしれんな。まあいっか。よし。OK。そう、テオールのスキルね、無効感できるからね。そう、テオールにはね、あの、無効潜在じゃなくて、普通のね、上限解放つけてるんで、今回はね。しっかりね、43億ね。まあ、出していくと思うんで。ちなみに、この状態でどう？ HP50% 以上あるけど、非2セット。7億か。なるほどね。まあやっぱ 50% 切らないとさすがに火力はそんな出ないか。じゃあここはフェゴランでいいかな。ちなみにこのパーティーに、あの10連ガチャだらの先制をギリギリあの軽減スキルなしで受けれるように、あの HP のね調整はしてるんで、まあちょっと今回もう赤座のね軽減張っちゃってるけど、そう、それがね、なくても一応ね、いけるんですよ。OK、じゃあまあここもしっかりね、固定でさよなら。さあ。あれ？ってか待って。ここマリエル、いや、やばくないこれ。これ回復ゼロ、やばくないこれ。あれ？え、これ積んでない？いや、これ積んでるでしょ。え？どうすんの？は？なんでマリエル溜まってないの？え？ふざけてんのこれ。いや、このダメージなら受けれるか。このダメージなら、いや、待てよ、ただ待てよ、ちょっと待てよ。いや、違う、これね、このまま半分切ると、ダメだ、良くないんだ。そうだ、このまま半分切ると、通常攻撃飛んでくるから、ダメか。いや、待てよ、待てよ、まだ死んでない。いや、まだ終わってないよ。今、3万だったよね、3万とかだったよね。食らったダメージ。ちょっと待ってよ。あ、耐えれるか。ちょ、半分いかないでね。あー、違う。あー、軽減スキルないから無理だ。あー、もうゴミ。さあ、パールさ、残念だが今回はしっかりね、これ溜まってるんで。たださ、ちょっと待ってよ、俺さ、一つ心配なことがあるんだけどさ、
これこのパーティーでどれぐらい削るか分かんないんだよね俺。これ6色組んだ瞬間いきなりミリ残しとかないよね。ちょっと一旦ねここまずちょっと僕控えめに殴ります。もう僕怖いんで。もうこんなんでいいですよ。まずはあーオッケーオッケー、十分十分十分。さあそしたらここで、てかこれ別にデフォル使わなくてよくね。これこのまま普通に組んで倒、まあまあいいか、使うか、せっかくならね、せっかくなら使おう。さあここだよ、テオルの見せ場ここですよ。さあ 50% 切りまして、さらにマリエルのねエンハーかかってますからね。さあここでねどれだけの火力を見せてくれるのか期待しましょう。楽しみだね。まあ多分種属性はねもうカンストするのは目に見えてるから、やっぱ副属性っしょ。ちょっと闇いっぱい拾おうか。 OK、はい、完璧完璧のペキ。さあ、あーもうすげえやこれ、あやべえこれ、終わっとる終わっとる。なあもうこの世のね、この世に存在しちゃいけないキャラですこれは。今見えた副属性40億っていう数字見えちゃった俺。これダメですこれ、これはね存在しちゃいけません。こういうキャラはダメですこういうのは。あのさ単色パーティーとかならまだいいけどさ、あの多色でさ副属性あと少しでカンストとかいうね、そんなところまで行っちゃダメよこれ。そして俺は今光の十字2個目を組もうとしてパズルが危ない。 OK、 パズルも冴え渡ってるね今日は。はい OK、まあまあこの辺はねもう当たり前のようにカンストしていかないとダメですよ。たださ円波切れたこの瞬間だよね、この瞬間にどれぐらい削るかだよな。さっきさパールにあっこまで削ったわけでしょ、これみなか主だとどうなるんだ。ちなみにねこれ赤座の武器で体力キラー刺さるんで、これ多分パール以上に削っちゃうよね。まあただ円破かかってなかったらさすがにそんな削らんか、大丈夫だよね。ちょっとここは一旦ワンパンは狙わずにもう確実に行こう。うん、目覚めもね、目覚めというか落ちこなしもあるし、まあここはまず一旦、いやーでもその削りはちょっと逆になんかあれだな、ちょっと怖すぎない？でもさこれ水がこんだけあったらいけるかな。いやちょっとわかんないねこれ、やばいな、どうしよう。ちなみにねこれマリエルはね使えないんだよね。ちょっと猪之助武器さまたこの後使うかもしれないから使えないんだよね、どうしよう。いやちょっとここもういけると信じて、これ多分ね水多いから多分いけると思う、普通に普通にいけると思う。ただやばい、そんなさねゴミみたいなコンボかましちゃうとねちょっとさすがに俺も不安だけど、まあいけますよね。 OK、倒せればいいんですよこういうのは。さて次はグレモリーか。いやーあんましお前みたいなキャラ好きじゃねえんだよな。まあここもさっきと同じくだよ、ここもねさっきと同じくで、まあ一旦クソコンボかましといて、オッケーオッケーオッケー。これは回復還元の方か。ここでマリエルとノクタリア使えば OK っしょ。
はい、倒します。ちょっとグレモリーとかいうキャラね、あんまし来てほしくないの来るな今回。普通にオッケー。やっぱ火力はいいねこのパーティー。普通にいい感じですよ。さあ12回、なんか嫌なキャラばっか引くね。なんでだろう。あんまし来てほしくないキャラ来るね普通に。まあここはフェゴラン使いますか。まあここは一旦十字2つかまして暗闇解除しよっか。色決まってるよね。あ待って回復、あーちょっと十字は一旦諦めよう。あぶねえ、今よく反応できた。それがだ、いやいやいや、意味わからん、削りすぎ。いや、それおかしい。それおかしいです。なんで？え？なんで今そんな削った？ちょっと、どういうこと？は？いや、おかしい。マジでおかしい。いや、嘘。マジで言ってんのそれ。どうした？急に。な急にか軽く壊れてた。ちょっと待って、やばい、どうしようやべえ、動揺してる。まあいいや、とりあえず倒すか。何それ、ちょっと本当に意味が分からないマジで。これ光よね、これ光であれ、もう光だよねじゃなくて光であれ。色決まってる、これ色決まってる、もう色決まってるか分かんないから、もう知らねえ。あーヒヤッとした。でちょっとケイオスやめてほしいな。ケイオス来ないでほしいね。もうラファエルでいいよ。あ、オッケー、まあまあお前でもいいや別に。まあこの人はもう普通に殴れば OK です。オッケー。まあ闇吸収なんてもうね、マリエルの副属性からしたらもう合ってないようなもんだから。本当にフェイスは多分ね、さすがに吸収無効なくても大丈夫だと思うよ俺。オッケー。なんでそれ、何そのエアコン上、いらないよそういうの。そういうの本気でいらないから。誰がこれ言っちゃってんの。俺テオール言っちゃってる。これテオールやっちゃってますか。何これ、光多めに組まないといけん。これそんなめんどくさいことしないといけないの。なんでなぜだ。あーでもそうか、マリエルのそうか種族性が引っかかってんのか。いやマジでそれはだるいよ。ちょっとさすがに嘘でしょ。いやそれはダメだよ。しかも待って、その操作短縮普通にまずいんだけど。3秒。いやちょっと場面悪いな、さっきやつこう。いや別に場面そんな悪くないか。うわー、なんかもっと悪いファンペになってた。やべえ、どうしよう。ちょっと待って。嘘。あれ、俺、さすがに。あー。マジっすか。あ、オッケー。いや、とりあえず、ちょっとここは一旦。いや、3秒きつ。いやー、よく組んだ。ちょっと倒して、ちょっと頼むから。倒してよ、お願いだからさ。やべえ、どうしよう。ちょ待って、やべえ。マジでどうしよう。嘘でしょ。
ちょ、待て。ちょっと光必要だ、これ。光ドロップめっちゃいる。いやー、これ光4セットぐらい組まんといけねえか、これ。なんでこういうめんどくせえことに巻き込まれてんだ、俺。嘘でしょ？いや、やばい。やべえ、負けるかもしれん。どうしよう。ああ、よかった。よかった。はあ、当たり前決まってんだろ、こんな。俺はね、ちゃんとやっぱね、マリエルの副属性の火力信じてたから。うん。こんなのね、信じないやつは、二流だ。これはね。ああ、よかった。さ、続き始めよっか。おい、これテオルさ、あ、待てよ、ダメだ。いや、違う、テオルはダメだ。もうテオルはもう、あと、あの、ボス戦のね、大ダメ受けで赤座武器使うんで。いや、ちょっとここできればさ、テオル使ってね、こいつに、本気の火力ぶっぱしたかったんだけど、そうだね。危ね。冷静になってよかった。いやー、たださ、あっこでさ、具だったせいで、巨山祭。え、何今の通常。何の通常今。あれ、こいつ今何してた。あれがルーレットか。いやー、ちょっとさ、マジでさ、あの顔面で具だったせいでさ、アルバートの落ち込んなしがさ、消えちゃったせいでさ、ね。こいつの99ターン落ち込んなし普通に食らっちゃったんだけど。あの顔面許せんな、マジで。いやー、倒せないか。まあいいや。じゃあ、ここはフェゴラン使って、まあもう正直あのね、ここまで来たらもう終わりよ。もうここまで来たら終わりよ、本当に。このパーティーでね、しんどいのは序盤だけだから、本当にね。序盤と予想外のフェイス、予想外のフェイス苦戦。ちょっとさ、属性吸収、まあそうだよね。ちょっとなんか普段とはさ、なんか使わない、キャラのさ、並びがね、普段俺が使ってる多色と若干違うからさ、ちょっとそれも影響してたかもしれんな。いや、まさかフェイスで、あっこまで苦戦すると思わんかったわ。で、もうこっから先はね、もう正直ボーナスステージなんで、もう俺がミスらなければね、負けないっていう、非常に優しいゲームの始まりです。てかこれさ、今半分切っとるな。半分割っとるね。これまたちょっとテオルの火力注目じゃない？これ。うわー、すごすぎ。やーべえ。これはね、終わってるわ、マジで。世界を終わらせてるよ。違うんだよね。やっぱさ、世界の終わりといえば、ね、ワールズ・オ・エンド。サタン、じゃなくて、テオールだったんだね、本当に世界を壊してたのは。よし。ちょっとこのさ、マリエル・ループがね、敵のギミックで、剥がされるのはちょっとうざいけど、まあもう負けんでしょ、こんなの。そして俺はまたノクタリを使い忘れたけど、まあノクタリは別にいいか。これね、やっぱ火力がね、おかしい、テオールは、本当に。いや、ただちょっとできれば、副属性カンストさせたいな。うわ、欠損してるわ。いや、副属性カンスト狙いたいな。
今んとこ40がマックス火力なんだよね。だってさ、多色でさ、副属性カンストって相当やばいよ、マジで。前代未聞やで、そんなの。いいね、いい火力だ。よし、さあ終わらせようか。マリオ使おうか。操作短縮ちょっと気をつけようか。オッケーオッケーオッケー。いやー、いい火力だ。テオル、やっぱ、なんだろう。まあ、50% ね、なかなか、意図的に 50% 切らせるのは難しいけど、まあでも、この辺のね、難しいダンジョンだったら敵のダメージでかいし、まあ、50% 以下強化、割と、発動してるよね。うわー、ああ、4分の1削ってます。やーべえ、これ。で、これまたあれ発動してるもんね。あ、これもう、これあれだな、テオル使うべきだね。さあ、ここね、またあれ発動してんだよね。50% 以下強化発動してるから、もう多分ね、こいつダメージでかいから、もうこっから先はずっとね、50% 以下キープできると思うんでね。これはもうテオルの火力がとんでもないんじゃないか、これ。やべえ、今見てなかった。マリオで使うか。だね、もうずっと 50% 以下キープできてるもんね。ちょっとだったらさ、できればね、最後、副属性、カンスト見たいな。ちょっと、落ち込んなしなのもったいねえわ、マジで。さあ、闇の歩道士。OK。あれ、これさ、昨夜使ってもう終わりじゃない？いや、ちょっと怪しいか、これ。でもさ、こんなところで、なんか火力調整的なのして、逆に。あー、でもこれさすがにきついか。ちょっとまだここでは倒さんとこうか。じゃあちょっとここはまあ最低コンボで一旦チャー濁しタイム。ちょっと一旦控えめコンボでチャー濁そう。あー、チャー濁したつもり。やばいやばい、ね、それやりすぎやりすぎ。もう怖いから本当にやめて。あー、よかった。そしたらじゃあ最後、まあフェゴナ使って、いやちょっと最後副属性カンストさせたいな。これ闇3セットいるよね多分。ノクタリア使って闇ドロップ拾って3セット分ね拾って、多分種属性はねもうカンスト普通にするだろうから、副属性頑張って乾燥させようぜ、ここは。はい、1セット、2セット。さあ、3セット。はい、闇。はい、OK。はい、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 はい。おい、4セットいく？ 4 セットいく？ 4 セットいくか。あ、待って、まだ。いや、これは、いったぞ。あ、てか待って、50%切ってねえし。おいおいおい、じゃあもうちょっと、計算、うん、今、副属性9億7000万。で、こっから多分ね、8倍乗るんで、うん、もうこれ副属性、はい、完走します。はい、実質完走します。いや、マジか。よし、じゃあね、ちょっといても立ってもいられなくなったんで、ちょっと最後ね、しっかり、ちょっとね、ちゃんとね、42億、副属性まで完走してるとこ見たいんで、ちょっと今回ね、ちょっとこれで、闇4セット、うわー、ルーレットの位置、それいやらしいね。
ちょっと最後闇4星と決めて、ちょっと最後副属性までカンストしてるとこを見たいと思います。 OK、 いやこれは完璧だ、これは完璧だ。ちょっと光光光 OK。 いさあやっちゃってください。本当に最後にね一発いいの。大川もう火やばい、火終わってる。よし、やったぜ。はい、ありがとうございました。